お疲れ様です。ロッキード、レッキーです。ですね、多分先日ボンケットマーケットっていう多分ところに行って、食べ物を食べたんで、その時の映像を撮ったんで、ぜひ見てください。Hello. This one. Yes. あの人がめっちゃいい人。あの青い頭の人が超優しい。ローカル感やな。絶対うまいけど絶対辛い。よくわからんこと。いただきます。このチリを。チリはダメ。混ぜる。いただきます。やばい。エビ。やばい。いい。ソーセージ。こんなもんやな。ショート隣の人も食べてもらいます。これはあれですね、あの千と千尋のやつなんですけど、もうぐちゃぐちゃにされました。後でちょっと写真撮りたいと思います。食べていきます。うまっ。おっくんちらーん。おー、食べます。かき氷みたいな。バカうま、グーうま。かき氷の氷が荒い。やっぱりすごいわ。
怖っ。すごい。いや、すごいっす。あのね、ここで締めたいと思います。まあ、番犬コンマーケット、今某所にいるんですけど、あの先輩のお家に来てるんですけど、あの番犬コンマーケットでライムあったじゃないですか。なんかライムで最後手拭いて、ライム絞って手濡らして、あの最後ティッシュで手拭いたりする人とかお客さんもいて、なんかもうすごいあのローカル感を味わいましたね。すごい美味しかったです。モツとかも、あ、写真撮り忘れたかもしれないんですけど、あのモツの中のはあれ多分千と千尋に出てくるあのこのお父さんが食べるみたいな有名なやつあるじゃないですか。あれ食べさせてもらって、すっごいもうか全然噛めない、10分くらい噛んでましたね。最高でした。もうはい、これからまあまたここでゆっくり休んでいきたいと思います。バーイ。